伊東津球場後の飛球場は1923年に完成。翌1924年に開場した。当時の鉄道省文字鉄道局の所有施設で、1918年に創設された九州鉄道管理局野球部のホームグラウンドとして使われていた。ただし、球場の経営は九州電気機動が行っていた。陸上競技場を兼ねており、外野は、 右翼が125メートル、左翼が85メートルと、本類右翼側に長い長方形をしていた。1925年秋から、文字鉄道局野球部と八幡製鉄所野球部との間の試合がこの球場で行われるようになった。両チームの試合は1927年から定期戦となり、正門戦として地元の名物となった。 1934年11月26日にこの球場で日米野球の第15戦が行われ全米チームが8から1で勝利した7回裏にベイブルースが125メートルの右翼スタンドを超える本塁打を放った記録が残っている当日は雨でルースの本塁打は予告ホームランだったと言われる日本プロ野球としては 1936年6月14日に大阪タイガース対東京セネタースを皮切りにオープン戦が16試合行われたが公式戦の開催実績はない。球場が廃止された明確な時期は不明だが第二次世界大戦中とみられる。球場廃止後は国鉄 JR 九州の伊藤図宿舎となった。同地には1989年に JR 九州により、球場跡地を示す記念碑が設置されている。後に、JR のリストラで、伊藤図宿舎も廃止された。跡地には2012年2月24日から1週間をかけて、ヤマト情報サービスによって、ショッピングセンター、アクロスプラザ伊藤図が開業した。西鉄ライオンズ思い出の球場国来島図球場。西鉄、ウェブミュージアム。 西日本鉄道。2018年8月26日閲覧。霊明の地戦下に消え、野球熱や武士軍団へ、国来東図球上下。読売オンライン。オリジナルの2010年11月17日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20101117172130/http:// 九州読 r i .co.jp/sports/feature//tuioku//tu91090114htm2018 年8月26日、閲覧 ABC、ベイブ・ルース特大団、小倉熱狂、国来東図球場へ。読売オンライン、オリジナルの2010年12月8日、時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20101208082127/http:// 九州 r i .co.jp/sports/feature//tuioku//tu91090113htm2018 年8月26日、閲覧 国道3号戸端バイパスと福岡県道270号縦町、伊東津線の上、伊東津2丁目交差点角すぐ裏側には、新市福春山、小倉伊東津店がある。アクロスプラザ伊東津届け出事項の概要北九州市ホームページ。ありがとうございます。